皆さんこんばんは。はい、第47回メディアコミュニケーション活用塾メディカツでございます。今日はですね、ちょっといつもより、早めに、始めました。というのはですね、打ち合わせをちょっとしてたんですけども、ツイートがですね、やたらツイートが、多くてですね、もうなんか面白いんでもこのまま始めちゃおうということで、今日はもう始めたいと思いますが、本日のゲストでございます。仕事が取れる名刺の専門家の福田武宏です。福田武宏さんです。さっき聞いたばっかり、これ武宏さんって読めなくて、これでも読めない、読めますよ、皆さん。読めないですですよね。小学校の時は先生泣かせです。郷大さん、郷大さん、福田郷大くんって言われて無視してました。もう一回ね、名前何でしたっけ。福田武宏です。俺聞いたばっかりなのにもう忘れてる。武宏、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 武宏ね、武宏さん。はい、ということで、出身どちらなんですか。出身、岩手遠野です。はい、あー、そうなんですか。いつ頃東京へ。は18の時ですね。18の時来て、家族はもう僕中学校の時に来てたんですよ。うん、で僕だけ高校ちょっと東京来ちゃうといじめられるんじゃないかなと思って、はいはい、岩手一人で残って、はい、おばさん家にずっと下宿してた。岩手で、ええ、へー。でそれから何年ぐらいですか。3年高校終わってもうずっとこっちいるんで。こっちでもう20何年です。ああ、なるほど。でも今のとことは違うとこだったんですか。あ、実家があったんですね。どこに。笹塚に。へー、今でも親父いますけど。あ、そうなんですか。はい、へー、今のところにはどのぐらいからいるんですか。大学卒業してからすぐなんで。あ、長いですね。もう府中長いです。あ、そうなんですか。はい、そこに高木さんがそばにいるったら偶然なんですか。偶然ですね。偶然。びっくりしました。ね、名刺の高木さんと、まあ名刺を仕事にしている福田さんが偶然同じ市内に行ったという。そうなんですよ、ね、駅も一緒で。後から分かったんですか。後から分かった。いやー、そういうことあるんだね。線路挟んで北と南で。はあ。でお二人でね、日本名刺協会理事、理事やらせていただきます。つうことでやってらっしゃるんですけどもね、日本名刺協会見せられた時すっげえなーと思いましてね。最初高木さんからこれ理事やってんだってね。まあその後からでしたね、うん、教会は誰でも作れるんだっていうのを聞いたのは、ね、あれはすごいなと思いましたけどね。なんかもうツイートがいろいろ来てまして、ガクさんと長谷川さんはさっきから打ち合わせ中からいっぱい、八田貝さんもいっぱいツイートしてくれました。ありがとうございます。モジャーとかですね、なんかよくいろいろなことやってますけども、あ、フォトグラフィーさんありがとうございます。水越さんこんばんは。福田さんはじめまして。はい、はじめまして。まだ仕事が完全に片付いていないので、まだ、知りませんがよろしくお願いしますということでね、ありがとうございます。長谷川さん水越さん男性には興味ないんだよ ね、そういうツイートやめてくださいよ僕は女性男性関わらず、はい、ですね、ということで、ガクさん、武宏さん、武宏さん、書いてくれました、ありがとうございます。もうね、何度聞いても忘れてて、すいませんね。水越さんは男性ゲストの時は、ビートルズ話題でないとテンションが。ありがとうございます。ということで、今日はですね、名刺の仕事が取れるってところがね、いいんですよ。で、僕は、実は、さっきね、ちょっとお話ししましたけど、去年、そうです。1月に、その、名刺のね、高木さんの勉強会に参加したんですけど、その時の講師が、福田さんだったんですね。私その時初めてお会いしたんですよ。そうですね。で、まあその時に、それまでも勉強会ってそれほど参加してなかったので、名刺のことちょっと勉強したいなと思って参加したんですけど、いやー本当にね、なんていうんですか、衝撃に近いものを感じましたね。すごい勉強になったんですよ。まあその時名刺っていうことにもかかわらず、プロフィールの勉強とかね、いやそういうことしたことなかったもんで、いやすごい
勉強になりましたよ。で、今福田さんちょっとお話ししたんですけども、それでまあ最初に仕事をやられたのは何だったんですか、福田さん。社会人になって、あ、1年目ですか。府中で桜って言えば分かるよっていう、そういう会社に入ったんです。府中の駅の、そうです、周辺にあるパチンコ屋とか、はいはいはい、スーパーとか、はいはい、ボーリング場とか、はいはいはい、競馬の前に行ったり、そこに入ったんです。へえ、それでどういう、それで僕配属が半年間決まんなかったんですよ。なんでかっていうと、新規部署で半年後に府中で初めて大きいゲームセンター作るんで、それの店長候補だからって言われて、その配属のために同期よりも半年間ずっと配属されないまま、フラ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 あっち行けこっち行き、でもそういう仕事はしてたわ。まあそうですね。へえ、なんかいろいろゲームセンターのこと勉強して、はい、やってたんですよ。で、ただやっぱ業績悪いんで2年半でそこ撤退だよっていうことで、福田どこにやればいいんだってことで、じゃあ大国玉神社の前の桜三番館の販促やれって言われて、店内の販促やったんですよ。パチンコ屋とかボウリング場とかの販促ってどういうことやったんですか。ポップ作ったりとか、案内板作ったりとか。そういうのってのは今までやってたことあったんですか。やったことないですよ。初めてやった。初めて。それどうでした。面白かったんですよ。ここだ、そこでこれは面白いと。あ、まさに俺向きだなって。いや、わかるな、そういう、いや面白いよね。そこで、あ、これはいいと、自分向きだと。自分向きだと思いました。で、会社の方針でなんかこれからインターネットってものが来るらしいぞっていう時に、ほう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 、福田ちょっと来いって言われて、府中市限定の BBS 立ち上げるから、そこでスーパーの情報流すぞと、今日のお買い得品はこれだって流すから、お前その管理者やれって言われたんですよ。何言ってかさっぱり分かんないですよ。だってその頃インターネットとか全然知らない。分かんないですし、BBS って何なんだろうなと。ああ、なるほどね。ネットワーク管理者の意味すら分かんなかった。で、じゃあお前ちょっとフォトショップとイラストレーター覚えてこい。いきなりって言って、今はなき秋葉原の T ゾーンの、半日コースに行けって言って、はい、はいっつって受けたの。1万円払って行って、でそう1日だけでフォトショップとイラストレーター覚えさせられて。1日で ?1 日で覚えたんですか。あ、そっからもう独学です。はあ、それで作るようになった。それから、じゃあいつ掲示板のあれやったんですか。やりました、やりました。へえ、情報流したり。情報流して。実際それやってみてどうでした。でそれまでネット知らなくて、そういうことで初めてやったわけでしょ。どうだったんですか。なんかあれですよ、最初使ったものってファーストクラスっていうものを使って、文字だけのものをビジュアル化するっていうので、これは直感的に面白いって思ったんですよ。でただインターネット自体がインフラじゃないので、やっぱ会員も集まんないわけですよ。でインターネットやってる人もいないのに、BBS 立ち上げても、全く意味がなかったっていうのに、一部だけで盛り上がって、それも終了だったでもまあ福田さんご自身としては面白い経験をして、ね、ね、だってフォトショップイラストレート覚えたわけでしょ。そうです、うん、でじゃあお前 Mac できるんだったら、じゃあスーパーのチラシ作ってみろって言って、おースーパーの販促に近づいてきましたね。行ったんですよ。はい、でまあ、一食釣りのなんですかね、お買い得、日曜市とか水曜市、ポップなんですか。チラシ、チラシです。チラシ、新聞折り込み。ええ、それデザインして、それをどうするの。だってその頃ってまだそれを印刷会社なんか持っていけないでしょ。 DTP が始まるよっていう、すげえ時にもうチラシ作ってたんですよ。でそのデータを印刷会社に持って、あ、それをプリントアウトしたものを、それをフロッピーです。じゃあやっぱデータで持ってったの、入稿したの、はい、すげえな。データ入稿してたんですよ。よくそれやってくれた。立川の印刷会社に。あ、そう、立川の印刷会社、なんていう印刷会社ですか。装備者さん、装備者さんってところです。ああ、うん、そうなんですか。へえ、それで印刷して、印刷して、すごい。あ、一色ですか。一色ですね。だから特色
指定、ディックのナンバーを指定してですね、はい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 、それは効果があったんです。あ、それはやっぱりあのまだ紙結構ね、折り込みがね、今あんまりないですけどね、その当時はね、まだね。で、そういうことをやってやって、で、あのちょうど嫁さんと結婚、はいはい、シャナレアで結婚して、うん、おお、そうだったんですね。で、あの、まあ、結婚式に僕の直属 の、 その上司がいたんですけど、ええ、まあ、そのこと言っていいか分かんないですけど、まあ、ピーって入るかもしれないですけど、ちょっと待ってください、あのちょっと待ってくださいよ皆さん、ピーって言ってください皆さん、ピーって言ってください、あの、まあ、結婚式呼ばなかったんですよ直属の上司ちょっと待って、なんでか、なんでかっていうと、ええ、あの結婚式ぶち壊しにするって噂を3人から聞いたんですよね、その人が、ええ、上司が、ええ、うん、ああだったらいいよねっ て、 って呼ばずに呼ばずに、そのままあの結婚式を終えて、あの新婚旅行が帰ってきたら、福田ちょっと行ってくれっつってその反則の部署から本当に現場のスーパーの肉屋に行ってくれと言われて、飛ばされたってことですか。あ、多分今思えばそうだったなあの上司から一応理由としては社内内製化のため、はいはい、あのまあそういうチラシ作るのはもうできなくなったっていう理由だったんですけど、怖いですねちょっと待ってくださいね、今日なんかすごいんですけど、ツイッター拡散おお、あ、来た来た来た、ちょっと待ってください、その前に、ガクさんね、なぜ名刺の専門家になられたんでしょう、これここから話いきますんでね、はいはい、福島さん、あ、ヤッホー、間に合った、ありがとうございます。サッカーコマースがリンク貼ってくれてますけどね、反則が一番楽しい、それはよくわかる、経験者、ガクさんもね、これわかりますよ、ね、特にガクさんなんかね、もう今アドレスラクターですから、安倍さん、こんばんは、ただいま帰りました、今日もよろしくお願いします、ありがとうございます、ね、いつもツイート装備者さんまでリンク貼ってくれてますね、ありがとうございます。こんばんは、スマイルサンキューさん、早速 P の話題をありがとうございますさすがだ、人の恨みは怖いわねということでね、はい、ありがとうございます。皆さんね、ツイートどんどんお願いしますね。まあそれで、じゃあそれスーパーの肉屋さん、はい、でそこで何したんですか。ずっとハンバーグ作ったりとか、肉切ったりしゃぶしゃぶの肉やってたんですよ、うんうん、ただ目の前にこんなでっかいスライサーっていう刃の抜き出しのがブワーンと回ってるんですよ、はいはい、あ、これいつか指飛ぶなと思って、うわ、うん、あの指飛ぶ前に転職考えなきゃっていうので、あ、そこからやっぱ転職考えたんですよ、はい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 、でちょうどやっぱ30になるかならないかだったんで、うん、30になったら失業保険一応半年出るじゃないですか、はいはい、3ヶ月と半年天秤かけたらよし2ヶ月我慢しようっつって、うん、30になって やめたんですなるほど、はい、あ、高橋さんこんばんは、高橋さん、水越さん、福田さんこんばんはということでね、ありがとうございます高橋さん、前回ね高橋さんがゲストで出ていただいて、私その時かなりテンション高かったらしくて、今日はテンション低いんじゃないかと言われてますけど、そんなこと絶対ないですから皆さん、私今日勉強したいんですからね、はい、ということでなんか言い訳みたいに聞こえてますけどね。で、転職したの。そうなんです。どこに当時ビーイング、はいはいはい、それを見て、はいはい、ちょうど転職する前にたまたま東京オペラシティができた頃だったんで、はいはい、行ったんですよ嫁さんと、はいはい、遊びに遊びに行って、はいはい、うわーこんなビルで勤められたらいいよねなんて話してたら、うん、ちょうどロケしてたんですよ、ウィズラブっていう竹野内豊主演、うん、テレビ、はい、月9のロケしてて、はい、目の前竹野内とか通ってたんですよ。おうわディレクターに呼び止められて、ちょっと君出てくれないみたいな。あ、それ全くない。それ全くない。邪魔だからあっち行って。ああ。いいな。やっぱこういうところで働かないとトレンディじゃないよね。トレンディって言ってますけど、ね。ああ。ちょうど思ってたんですよ。ああ。で、ピーイング見たら勤務地オペラシティって書いてたんですよ。そこが。マジで。で、まあダメ元で書類送ったら、うん、来てくださいって言われて、うん、面接受けたら、うん、通っちゃったんですよ。え、何の会社？データベースマーケティングの会社。でもそれは場所はまあそう分かるけど、データベースマーケティングはやりたいなと思ってたんですか。そこでデータベースマーケティングの会社が新規制作チームのリーダー募集っていう、そこが魅力だったの。魅力だったんですか。へえ。多分反則好きだったんで、ちょうど Mac の腕も活かしたいけど、あ、なるほどね、チラシだけでくすぶってんの嫌だなみたいなのあったんですよね、うんうん、はいはい、だったらなんかそういうとこ行ってなんかもっとバリバリ
なんですか、腕ちょっと磨きたいみたいな、はいはいはい、あったんですよ、はい、で入ってやっぱ良かったんですよね。でやっぱそこも先駆けでデータベースマーケティングだったりとか、はい、ワントゥーワンマーケティングだったりとかダイレクトマーケティングみたいなのが言われる時前からやってた会社だったんで、勉強になりましたね。勉強になりました。でちょうど入って2年ぐらいした時に神田さんのピンクのも出てきたんですよ。へえ、ああなるほどね、業務でやってることばっかりじゃんみたいな。ほうすごいですね福田さん、こういう話聞いてるとますますそういう基礎があるんだ。そうだったんですよ。でちょっと僕の師匠がアメリカの、通販のやってる、リーダーズダイジェストっていうところのクリエイティブディレクターやってた人で、神田さんの本パラパラって見て、アメリカのあれだなってさらって言って、うん、俺が教えてやるみたいな、そんな感じだったんで、はあ、じゃあ教えてください、すいませんっつって、でそこで教わったんですよ。3年半ぐらい。ほー、そ3年半、はい、すごいかなり勉強できました、ね、ました。でやっぱりどういうことをそこで大体、まあ、ざっとまあリストですよね、誰に送るかっていう、はいはい、リストを売る代わりに、はい、その人向けに広告作りますよみたいな、はい、そういうことやってたんですよ。なるほどなるほど。へえ。でじゃあターゲットが分かってるんで、その人向けにじゃあどういうコピー書く、どういうデザインする、で DM どういう仕掛けるギミック入れるとか、うん、チラシどう作るみたいなやつをやってたんです。その頃はもうそのいわゆる反則物を作る腕はかなりもあった、それから勉強してなってたんですか。そうですね、まあ、ただそうな、多分腕はあったと思います、うんうんうん、社内でやっぱり一番腕はあ、なるほどね、とか僕しかいなかったんで。でもそれはほら前にそのね勤めたとこでちょっとアドビ1日コースが覚えてこいって言われた、それが、ね、結局そこで生きたわけですね。そうなんです。もう独学で何ともなります、はい、ちょっと待ってくださいよ。あ、宮田さんありがとうございます。現在仕事中ということで、ね、仕事をしながらぜひ今日勉強してください、ね。ガクさんドラマウィズラブリンク貼らなくていいって。フォトグラフィーさん、ウィズラブってあれだっけ、間違えメールから始まる恋愛もの、ライブとかやってしまった、なんかこんなことをいろいろ書いてますけどね。え、リーダーズダイジェスト倒産したよね。あ、そうなの。あ、そうなんですね。あ、そうなんですか。しました。フォトグラフィーさんもね、ツッコミありがとうございます。知らない人から来たメールの添付ファイルを開くのは危険だから、ね、危険ですね。あ、なるほどね、はい、ありがとうございます。で、あ、そう、それでね、3年半、3年勉強して、で、どうしたで、そこからまた転職したんですよ。あ、今度広告代理店に。おお、それはなんで、そこの会社ちょっと、やっぱ僕、精神患っちゃって、あ、ダメだ、環境変えなきゃ。それはやっぱり、なんか忙しすぎてとか、そういうのもあったの。社内の人間関係みたいな。そうですね、人間関係もありましたし、なんか自分って、価値のない人間だって思ったりしたりしました。うう、ね、やっぱりもう毎日毎日朝早く行って終電で帰ってくる、そういう繰り返しだったのね。です、ね、貫徹も当たり前で、はあ、そういう会社だったんですか。じゃあ会社自体はかなり儲かってたんですかね。じゃ あ儲かってたと思いますよ、上場目指すって。そうで、給料も結構良かったその当時。良かったんですけど、どんどんダメになってきましたね。あ、そう、まあね、それでちょっと転職しましょうということで、はい、次行ったのは次広告代理店。代理店、はい、でそこも忙しいじゃないですか。そうなんですよね、終電で帰るの嫌だったのに、勤めたら今度始発で帰るのですよね。始発で帰ってもう9時半には会社いるみたいな。それ全然改善してないってことですよね。帰んないっていう、はあ、それ何年ぐらい住んだんですか。そこ1年半です。さすがに全然良くならないような気がしますよね。さすがに、そこでもでもいろいろ勉強になったんですか。あ、そこやっぱり大手だったんで良かったですよ。大きい会社やらせてもらったんで。あ、そう、はい、なるほどね。
そういうのいいよな。だから僕なんかはその外で勤めたことがないんで、いろんな方に聞いて、いろんなとこ勤めてこう、まあ独立されたりね、そういう話聞くとやっぱり、あ、いろんなことをそういうとこ勉強できていいなと思いますよね。そうなんです。知ってると知らないじゃえらい違いですからね。そうですね。で、それから、それからまあちょっといよいよ一箇所ネット広告代理店に入って、ああ でもそれは入るときにいつも何かこういうものをちょっと勉強したいとか、こういうことをまあ、やってみたいっていうのが常にあったんですか？何もないですね。何もない、ね、思いつきで。思いつきでね、はい、まあまあまあね、はい、なんかストレスないとこ行きたい行きたいばっかり思ってた。なるほどね。あ、そういうとこありました。うん、まあ なんとかなんとかね、なんとかです。はい、それでそれでそこ行って、そこの社長と、まあ、喧嘩別れみたいな感じになって、うんうん、なんだよ、転職してもワンマンばっかりだったら意味ねえじゃんって思って、うんうん、だったら転職活動しながらちょっとフリーでやってみようかなって。おー、そこで思ったわけね。軽いノリです。はいはい、はい、ただ何にも志とか何にもないですね。まあでもフリーになろうと言ってもそこでどうした？そこで毎回付き合いあった社長さんのとこ行って、ええ、とりあえずお金欲しいんでこれ案件やるから雇ってよを3社に持ちかけて。え、何の仕事？ない、広告制作です。はいはいはい、カタログ制作 と、 へー、ホームページ制作 と、あと企画書作ったりみたいなのを3社ちょっともう掛け持ちで、へー、提案したわけ。そしたら、はい、いいよ、じゃあ午前中だけ1社、うん、午後1社、夜1社、うん、っていうのをずっとやったんです。へー、時間なんでちょっとすいませんっつって帰って。へ、でもそれで仕事になったんですか？そうですね、一応なりましたね。それとまた別にカタログ作ったら終わったら終わったでまとまったお金、ページいくらとかで買って、はい、それってどのぐらい前の話ですか？それは約6年ぐらい前ですね。わあ、そうか、6年前。へえ、なるほど、うん、だ全然名刺とか関係なかったね、もう、うん、なんかスキルの切り売り、面白いですね。だからどこでね、僕は名刺に結びつくのか早く知りたいんですけど、どこでどういくかね、うん、今興味があるんですけど、今そこです。そこ で、うん、でやっぱりなんか忙しいばっかりだったんですよ。でポカーンとなんかなっちゃったんですよね、うん、で俺何のためにこの仕事してんのかなって、うん、その時思って、うん、一応仕事はあるんでこなしてるんですけど、うん、俺なんでこの仕事してんだろうって思った時に、うんうん、もうお金のためですっていうのがやっぱなんかちょっと違う感じがしたんですよ、うん、じゃあ夢って何だろうと思ったら、うん、まあ、そんなもののために働いてるわけでもないしなっていうのがあって、うん、やっぱもやもやしたんですよ、はいはい、で俺なんでこれしてんのかなってあとずっとこう探っていったら、うんうんうん、転職した時のデータベースマーケティングの会社 の、うん、精神病んだ時にぶつかったんですよ。お、結局なんか俺って何ですかね、存在意義がないみたいな思ったんですよ。で、まあ、鬱っぽくなって、はいはい、薬飲みながら会社行ったりしてたんですけど、それってやっぱりこう人に言いたくなかったんですよ、はいはい、ただそれの経験があったんで、うん、今だからコミュニケーションを取る仕事に結びつくんだっていうのがストーンとつながったんですよ。はで、そのリハビリのためにやったのがセミナーとかですね、うん、あと懇親会交流会とか出て、うんうん、まず人とまあ、鬱の人ってコミュニケーション取れないんですよ、はいはいはい、だからもう飯交換することで改善するんじゃないかなと思ったんですよ、うんうんうん、で行って、あ、どうもこんにちは福田です名刺交換して、あ、税理士さんのなんとかさんですね、ありがとうございますだけできればよしとしてたんですよ。あ、それでよしとね、うん、あ、まあ、とりあえずこれができればいいといいと、うん、でそれを半年で3000人とやって。3000人すごいな。でやっぱ半年やると、うん、ちょっとよく出てくるんですね。はあ。で名刺渡しても誰一人から深田さんと仕事したいなんて、まあ、だからそれまで3000人ととりあえず名刺交換してもその後に展開みたいなのはなかった。何も考えてないです。考えてないし実際もなかった、ね、なかったんですよ。ああ、なるほど。でやっぱり人とコミュニケーション取るためだけにやってたんで名刺ばっかり溜まったんですよ。で全然こうなんですか、僕も昨日聞いたこと言えなかったん で、うんうんうん、でちょっと悔しいなと思って、うん、
で半年後からじゃあよし何とかしようって言って、うん、飯工夫しようかなと思った時に、うん、ちょうどこうパーソナルブランディングっていう、はいはい、ピーター・モントヤさんの本読んだらアメリカのビジネス社会ではパーソナルパンフレットを配ってバンバンビジネス成り立ってるって書いてあったんですよ、はい、ああこれこれだこれだと思って僕もじゃあそれ取り入れてやろうって言ってそこから交流会とか行ってやりだしたんですよ作って、うん、でうまくいったらなんかビジネスになるなと思って、うんでうん、やったんですけど、うん、なんかいまいちやっぱ反応ないんですよそうなんだなんかすべもここで劇的な展開になるかと思いきやないんですよ畜生と思ってもう一回本読むんじゃないですか、うん、あパンフレットだからペラじゃダメだと、うんうん、ページものだし、うん、しっかり何それパンフレット渡してたの渡してたんですあの A4 ぐらい A4 ぐらいもうあそれ渡してたんだ隅一色で渡して隅一色で三つ折りでこう渡してたああなるほどなるほどあそういうことねただペラじゃダメだなと思って、うん、でじゃあそうだっつってどん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 重なっていって最終的に50ページぐらいの企画書みたいなやつを50ページ僕の作品集みたいなの作ってで100人の時は100部印刷して渡してたんですそれいやすごいな大変だったでしょ作るのあもう印刷するだけだったんでよしもっと改良してやれって言ってもうこの事例もこの事例も一流どころばっかりバンバン入れてこんだけすげえんだぜみたいなやってたんですけど、はい、全く反応ないんですよねそれもらう困るような気がしますね、僕それ気づかずに、うん、こっちはとりあえずいいものだと知ってくれってやってたんですけど、うんうん、相手はやっぱ思い切って聞いたんですよなんでダメなのかなと思って、うん、これどう思いますかって初めて3ヶ月ぐらいして聞いたら、はあ、深田さんいきなりねこんなの初対面で渡されても困りますよって言われて売り込まれるかもしれないと思って嫌ですって言われてああそこでガーンってそういうもんなんだとそっか俺もう困ったなと思ったんですよもう俺何もする手段がないと思ったんですよで ただこれ形は嫌だけど中見るとちょっと面白いって言ってくれてあなるほど、ね、中すら見てくれなかったんですねやっぱりいきなりそんなのねそっかって言ってただあと3日後にまたなんか交流会あるし何 しようかなと思ってその時初めて思ったんですよみんな初めて会った人に何してんのかなって改めてシミュレーションしたら名刺交換だったんですよね、うん、と思ったんですよ、うん、名刺捨ててせっかくパンフレット作って何とかしようと思ってたのに、うん、結局名刺かよっていう、まあ、なんだみたいなのがあったんですけど、うん、だけどしょうがねえなと思ってその50ページの厚さのやつをギューッと名刺台に凝縮して名刺作ったんですよ、うん、で渡したらドカーン来たんですよすごい名刺だ名刺っていうのは1枚の普通の名刺になったのそれいろいろ入れたわけ入れたんですよ両面趣味だとか、うん、会社名だとか、はいはいはい、一応それをちゃんとそのパソコンで作ってイラストレーターで作って印刷ちゃんとしてその時も行きましたねイラストレーターが、うんうん、それで持ってったすごい名刺だって言って、うん、ちょっと話聞かせてよとか本当にはこれどういうこととかいっぱい話いきなり向こうからアクションがそうお初めてだったんでああみたいな来たら来たで困っちゃうみたいなどうしていいか分かんないああすいませんみたいなでそっからじゃあ何入れたらいいかなってやつを僕の名刺で実験しながらやってたんですね、うんうん、あこうすればこう来るんだってやつを貯めてたら変えながらね、はいうん、である時まあ、サラリーマンの人が、うん僕も深田さんみたいな名刺欲しいなって言われて、うん、なんでですかって言ったら、うん、会社の名刺渡しても自分全然アピールできないから、うんうん、もうセカンド名刺作りたいんですよっていうオファーが来たんですよ、はいはいはい、でデザインとはもう深田さんのでいいから、うん、まあまあ僕のだけに、うん、内容を変えて、うん、それでいいからって言われて、うん、あいいですよって言ってで初めて僕以外の人作ったんですよ、うん、で作ったらその人から1ヶ月以内に電話かかってきて、うん、あ深田さん僕出版決まりましたからうん、えなんすか、うん、ある人の出版パーティー行って、うんうんうん、絶対そしたら編集者の人が来るだろうとでその人の隣に座って名刺配って、うん、プレゼンしたら出版できるかもしれないと思ってやったらその通りになってトントントンと出版できたって言って、うん、その名刺のおかげだって言って、うん、そこであ俺の名刺ってうまくいくんだってそこで気づい
課されたんですよ。それびっくりしたね。びっくりしたんですよ、自分で。うんうん、あ、だったらこれでなんか僕みたいなこう話ベタの人のためになるんじゃないかなと思って、あの名刺作りますよっていうふうに初めて名刺に書いたんですよ。はあ、ちょっと待ってください。はい、面白いですね皆さん。いやー、ですね、ちょっと待ってくださいよ。あ、安倍さん、始発で帰って9時に出社する生活を1年ですか。僕には無理です。私も無理です。長谷川さん、パンフレットは、ね、じゃあ私その通りですよ。ねえ、無理ですよ。今だったら僕言いますよ、いりません。ねえ、長谷川さん、パンフレットなんてもらったら邪魔だし迷惑だよね。今本当でもね、確かそう思う。だから一応でもね、いや、 ありがとうございますと言うけど、確かに迷惑っちゃ迷惑だよね。迷惑です、迷惑。ポートフォリオ攻撃だって言ってますよね。攻撃攻撃。あ、FS モガさん、媒体の感想は素直に聞いてみるものですね。本当ですよ。で、こういうふうにしていろいろこう聞いたりね、周りの人のこうやっぱり、こうシェアしたり聞いたりってことは大切だってことですよね。そうですね。そうなんです。うん、なんです。コミュニケーションできないっていうのは、はい、結局自分でモヤモヤ考えてて、うん、外に発信できないから。結果も分かんないし、ああなるほどね、うん、ブランディングもそうですよね。相手があって成り立つものなんで、そうですよね。まあそれは名刺がきっかけになったってことでね。そうなんですよ。安倍さん、基本はパーソナルブランディングですね。50ページを100部は重いです。私も名刺に取り入れますね。相田さん、ありがとうございます。相田さん、ただあれなんですね、当時その重さがやっぱりかっこいいってやっぱり思ったわけ、ね、思う自分がいるんですよ。思う自分がね。どんだけ軽くできるかなみたいな、まあね、そういうまあいろんなことがありつつそこにたどり着いたっていうところがね、やっぱりそう成功のポイントだと思うんですよ。相田さん、名刺の狭いスペースに何を入れたらアピールに効果的か興味津々です。こう聞きますよ、これからね、聞いてきます。尾形さん、こんばんは。あ、間に合いましたね。アイコン出てますよ、大丈夫、出てますよ。ガクさん、第一印象どこまで印象に残れるかなんだよね。あ、素晴らしい。ガクさんもね、苦労してますからね。知らないですけど、多分苦労してると思うんですけど。ガクさんね、もうそういうところはもう詳しいですからね。で、まああのですよ、僕もね、僕は実は高木さんの名刺の本、はいはい、最初のあれでガーンときた人間なんです、はいはい、っていうのは僕は印刷会社です。私3代目なんですけどね、あのもうすぐで100年企業と。素晴らしい。で実は僕いろんなところで言ってるんですけど、はい、僕がその100年、もうすぐ100年っていうことを自分自身がすごいことだって全然思ってなかったんですよ。うん、全然普通、もう中にいると分かんない、うん、でそれを福田さんの勉強会に行った時にプロフィールをやったんです、はい、その時なんですよ。その時に僕確かね、いろいろ言われて、その時に100年とかのとか書いたらすごいリアクションだったんですよ、周りの人。ほうほうほう、これってすごいことなのかってそこで気がついたんですよ、福田さんの勉強会で。あ、素晴らしい。僕それまで全然そんなこと大したことないと思ったね。だそういうふうに僕ここいろんなところで使わせてもらってるんですけど、ほうほう、だから皆さんね、自分の強みってわからないんですから、みんなでシェアしましょうよっていうことを、僕は体験としてね、そういうことがあったわけですよ。で高木さんの名刺の方見て、僕は印刷会社なんで、印刷会社っていうのはそのあの紙の中にいかに会社名と肩書きと名前と住所をいかに美しく配置するかっていうのをね、ずっと教えられてきたし、そういうふうにするのが正しかった、まさに今までの営業名刺って。その私が高木さんの本を読んだ時に、なんだこれはと、こんな名刺あるのかって、まず衝撃だったわけですよ。いろんな名刺があるじゃないですか。だからね、割とその業界にいると気がつかないんですね。それがすごいショックだったんですよ。で福田さん、まさに福田さんの勉強会行って、名刺こういう名刺か、まさにプロフィール入れたりね、すごいそれが衝撃だったわけですよ。で今福田さんが言われてた、その最初に作ってきた名刺っていうのは何が入ってたんですか、そこに。あの、あ、ありますよ。お、出してくれますか。お、謎の出ますよ。で忘れてきたりしてこれ出すの手際の。山口さん、こんばんは、ありがとうございます。あの福田さん、山口さんご存知ですか。
あ、山田さん。山田さん、ああ、もう先週ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、メディアブレンドさん、こんばんは。私も元印刷会社の企画営業としても興味大です。ありがとうございます。あ、あさみさん、福田あさみさん、勉強会面白そうです。ありがとうございます。すごいな、今日はすごいメンバーが。私ですね、あ、今ちょっと高木さんが名刺を探しているうちにちょっとあれします。皆さんが、皆さんが今見てるこの、公式のこのあれ見てると思うんですけど、その下にですね、画面の下にここら辺にですね、本が2冊並んでると思う、アマゾンの、皆さんから見て、左側に福田さんの本がここにあると思うんですけども、こちら側に、あ、違うよ、福田さん、あ、そうですね、私側に1冊本が出てます。これ、あの、私が今度出す本でございまして、素晴らしい、予約がようやく始まりましたので、皆さんこれリンクしてですね、予約していただくと、ありがとう。もう皆さん、これ今回初めて公開します、予約リンク、これぜひですね予約していただき、また、あの、来週ですね、24日ここでユーストリームで、あの、やりますんで、その時に、私予約しましたってツイートしていただけると、予約してね、いただけるとありがとう、ありがとうございます。福田さんの方もぜひご購入、まだの方もうぎっしり凝縮されてます。これです、ここにあります。私、あの、買いました、今日サインしてもらいますけどね、よろしくお願いいたします。ああ、ありがとうございます。あ、すごいツイートは、あ、広告、え、広告があるのでよく見えません。あ、あのね、その下ですよ、画面の下、画面の下です。すごいな、ツイート。ちょっと待ってくださいよ。あ、福田さん、ありがとうございます。わお、予約が始まったのですね。始まったんですよ。ありがとうございます。あ、ガクさん、ありがとう。ビジネスで好印象を与える、メールの7つの決まり事、ありがとうございます。今日は福田さんゲストなんですけど、一応、ここの時間、わずかな時間を取ってですね、宣伝させてもらいます。え、あれ、アイコンが出ませんね。安井です。あ、安井さん、ありがとうございます。水越さんの本も、あ、すごい、予約しました。ありがとうございます。あの、安倍さん早いね、ありがとうございます。水川さん、ご出版おめでとうございます。楽しい表紙ですよね、ありがとうございます。岡田さん、福田さん、あ、岡田さんはね、福田さんの本買って持ってます。ああ、素晴らしい、ありがとうございます。水川さんの本はサイン本くださいね、もうあげますよ。あ、ここにいる岡田さんが実は私の本の中でイラストを描いてくれてますので、ぜひ楽しみに。長谷川さん、え、でも蓮舫さん、蓮舫さんが買い占め禁止って言ってたしな、買っていいのかな、水越さんの本。え、どういうこと、あ、まあ、消費者は言ってますね。ぜひ、買ってください、よろしくします。勢いで予約したけどサイン本してもらえるんでしょ、当たり前じゃないですか、安倍さん、もう喜んでサインさせていただきますよ、ありがとうございます。ということで、福田さんの本もね買って、私の本も買っていただくということで、よろしくお願いします。あ、広告のバッテン消したら福田さんの本だけ、あれ本当、あ、違いますよ、その下です、あの、その下、あれ、ね、ユーストリームの、あの、サイトに行っていただけると、あ、これ、あのね、ユーストリームの、あ、これ、ちょっと待ってくださいね、ここですと、今ツイートしましたがね、ここのユーストリームの公式サイトから見ていただくと下の方に見えますんでね、あ、見えてますよってね、ありがとう。すごいですね、皆さん、福田さん100冊くらいいいですか。素晴らしい、素晴らしい、いや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 、さあ、この盛り上がり本当は来週撮っておきたかったんですけどね、ちょっと言ってしまいまして申し訳ありません。今日は、福田さんのね、これから名刺、あと今名刺出してもらいました。ちょっと待って、今見せますんでね。これです。これ最初に作った、それを作ったやつなんですね。これですよ、皆さん。これを、上に素敵な案、アイデアがぎっしり、事業所名、え、大福っていうのこれ。大福。僕の名前から取ったんですね。大福でね、はい、で、あの、パーソナルブランディングの本には会社名は自分の名前から取れって書いてあったんで、ランディング
ページ発想と実務に基づいて1秒で相手の心をつかむツールクリエイター、瞬間ブランドツールクリエイター、まあほとんどできてますね。まあまあまあすごいですね。でこれあのこれお子さんが描いたあの似顔絵、似顔絵ね、これお子さんが描いた似顔絵なんですよ。で裏も、あ裏がね、裏がこういう風になってて、あなたと出会えてよかった感謝で、ここに、プロフィールと、なんだかんだすごい、ほぼ完成してますね。これこれ作ったんですか、最初に。最初にこれ作った。すごい。え、これは印刷会社に頼んだんですか。あ、そうです、これね、はい、うわー、はい、すごいですね。でで次はこの2枚、あ2枚1セット、その次がこれですよ。2枚1セットですね。で、これ何ダメだったかっていうと、結局何の会社なのって聞かれて、はあ、よくわかんないと。もうある人に同じことばっかり言ってて、はい、まあ、話すのめんどくさくなっちゃったんですよ、ね、はいはいはい。で、だったら会社の内容をあの別の名刺に作ったらいいかなっていうので、はい、ホームページも作りますよと、はい、裏もなんかチラシとかそういうのを作りますよみたいな。2枚に分けたわけだ。分けたんですよ。はい、で当時名刺2枚配られる人っていなかったんで、はいはい、覚えられる、配るだけで目立つなと思ったんですよ、はいはいはい、って思ったんですけど、ある時あの前いた会社に呼ばれて、うん、あのちょっとまあ仕事手伝ってくれみたいなことがあって、うん、名刺渡したんですよ、うん、で、こんなことやってますよみたいな、ちょっと得意げにやってたんですよ、はいはい、で、まあ、後輩がいたんで、どうこの名刺2枚攻撃って聞いたんです。2枚攻撃って聞いたら、あ、ふたさん、こっちの住所書いてるは取ってるけど、こっちの会社には捨てちゃうって言われちゃったんですよ。何って、捨てちゃう、ちきしょう、捨てられないようにするにはどうしたらいいんだって言って2枚開きしたんですよ。出た、そこで2枚折りのね、2枚折り、さあこれが出てくるんですよ。2枚折りで、やっぱバラだとダメだね。ダメだって気づいたんですよ。だから、ね、こんな感じで2枚、これですよ、出た、これですよね。これだったら捨てられないだろう。そうそう、これですよ。これはほぼ今の。そうですね。これ今の。はい。今はもっと変わってます。もっと変わって、はい、もっと変わってんですか。今変わってます。今もめちゃめちゃです。めちゃめちゃです。はい、これね、二つ折りね。こんなのがあったり。これも二つ折りなんですね。全部二つ折りです。こんなのがあったり。すごいな。なんでこんないろいろあんだ。こういうふうにね、こんなのがいろいろこう変わってきてるわけですね。こういうのし、こんなのがあったり、ね、面白いよ。今これです。あ、今はこれ、はい、すごいいっぱい。ああ、写真もね、写真も今の写真になってるね。写ってます今。あ、写ってます、写ってます。位置大丈夫、はい、これね、これ今の名刺、名刺は氏名ね、有名ですよ、このキャッチは。名刺は、あ、名刺は名刺もあるんだ。名刺は名刺です、ね、命の使い、命の使い、名刺は名刺。これ思うんですけど、はい、いろいろこう入ってるじゃないですか、細かく、はいはいはい、でこれって基本的にはもう読んでもらえるっていう前提で作るわけですよね。いや、いいんですか。別に読まなくてもいいかなと思ってるんですよ。はい、読む前に、僕やってるのが名刺渡してですね、うん、何も喋んないですよね、基本。喋らないんだ、渡すだけ。渡すだけ、うん、で相手の名刺もらったら相手の名刺もじっと見てるんですよ、はい、へえって言いながら、ええ、そうすると相手はなんだこいつ、なんで何も喋ってこねえんだよってなるじゃないですか、うん、はい、あえてそういう空間作って、そうすると居心地悪いんで、でっつってしょうがねえな、なんだ福田の野郎っつって見出す、自分となんかこう共通点やっぱ見つけるんですよ。はあ、なるほど。で、福田さんってあれですか、岩手出身なんですねって話しかけれるのを待ってるんですよ。へ、あ、そうなんですって言って、まあちょっとだけ話したら、なんとかさんはどちらなんですかっていうとこから話し始めるようにしてるんですよ。これね、すごく僕今日聞きたかったのは、
あ、ちょっと待ってくださいね。なんかまたすごい皆さんもツイートしてくれてますよ。ちょっと待ってくださいよ。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おすすめ商品、あ、ガクさんね、ありがとうございます。尾形さんもね、お二人の広告ちゃんと見えてます。ありがとうございます。スマイルサンキューさん、ご録音してないです。ただ入っていただけでした。ごめんなさい。参加の皆さん、お騒がせしました。大丈夫ですよ。あの、何でもね、分かんないときはツイートしてください。皆さん、優しく教えてくださいますんでね。はい。大野さん、あ、表紙グリーンデー、好印象ですね。ありがとうございます。太っ腹ということでね。誰のことですか、これ。あー、福島さんのことね。フォトグラフィーさんもね、ありがとうございます。ガクさん、ありがとうございます。そう、福島さんね、いよいよ名刺ですね。すげえ驚きの声ですよ。福島さんもね、素晴らしい名刺作ってますよ。フォトグラフィーで同業者の方が来た、大野さんとね、フォトグラフィーさん同業者ね、2人ともいい写真撮りますよ、本当にね。はい、今井さん、二枚折り名刺の誕生秘話、捨てられないように。そう、そこだったんですね。スタンプカードなんだよねって、長谷川さんね。スタンプカード、そうなんです。あの、ここにスタンプカード、あ、本当だ。これも捨てられないようにですね。すごい。今映ってます。あ、映ってます。大丈夫ですか？位置大丈夫？もうちょっと。あ、もうちょっと上です。はい。あ、そのぐらい。ね、ここにハンコースとか、3回出会った方には解説付き食事会にお誘いします。はい。食事会に誘いますけど、おごりませんみたいな。なるほど。でこれ本当参加をした人いるんですか？あ、います、います。おお、面白いな。でブログに紹介するネタにもなりますし。なるね。あの、あ、まあ、3回だったら、ね、まあ、今度いつかまた会えるんじゃないかなと思ってくれるんで、常に携帯してもらえる確率もあるんですよ。長谷川さん、いいツッコミですね、さすが。阿部さん、2枚綴りですか？4枚あると情報量は違いますね。参考になります。ね、そういうことですよ。フェイスモガさん、最近2枚折りの名刺いただく機会が増えました。うちでもやろうかな、ちょっと行かれてます。よく話を聞いておかなくては。確かにね、増えましたよ、増えました。あ、ね、フォトグラフィンさんも2つ折り飯用意して買ってスタンバイ中です。作れよっていうか注文しろ。いやいやいや、今ね、2つ折り名刺もね、出てるんですよね、プリンター用にね。あの、三つ折りまで出てたような気がします。三つ折りなくなっちゃったんですよ。なくなっちゃったの？あ、そうなんだ。ちょうど。さすがですね。二つ折りまでか。あ、大野さん、3回会いましたよ。食事会って言ってますよ。誘われてます、ね。すみません。やりましょうか。私も行きたいですね。はい。長谷川さん、私3回以上会ってるけど、押してもらったことないもん。名刺出してくれないじゃないですか。クレームが入ってます。まあね、あの、まあ、押してもらいましょうよね、皆さん。それで、はい、あ、そうそう、それでね、聞きたかったのは、今、二つ折り名刺もどんどん増えてきました。はい、で、そこにその入れる情報として、今、僕が聞いたのは、こんないろいろ詰め込んで、見てもらう前提で作ってるんですよって聞きました。で、作った後で、その名刺交換ですよ。はいはい、名刺交換のことをちょっと聞きたいんですけども、はいはい、いわゆる、まあ、ビジネスとしてね、名刺交換する、その、いい名刺交換、はいはい、ちょっとこ、まあ、有料セミナーで普通教えて話してるようなことだと思うんですけどね。ちょっとワンポイントの方教えてもらって。僕、名刺交換時間かかるんですよ。で、相手の名刺、本当は僕いつも自分から本当は出すのが名刺交換 の流儀っていうか、名刺のものから今出さなきゃいけないんで、はいはい、あの、なんですかね、先を制するには自分から名刺渡しちゃえば普通の人は OK なんですよね。はい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 、ただ僕、生意気にもあの、なんか年上の方からもう先いただいて、あ、なんとかさんですね、私の名刺ちょっと渡すのに30秒かかるんでお時間いただいていいですかって言って、あ、いいよって言って、名刺のこのスペースにですね、はい、言葉、相手の名前書くんですよ。あ、そうそう、僕もそうだった。あの、水越さんに会えて嬉しいですって一筆書くと、はい、こいつ何やってんだって注目されて、でまずそこ見るんですね。はい、で、自分の名前って名刺、相手の名刺に書かれることないので、はい、そこでまず、ああっていう、ここに名前書くんですよ。そうそう、そこへね、ちょうどね、このスペース、ここに名前を書くんですよ。はいはい、それはどうですね。はい、あの、ちょっとなんか嬉しいなとかですね、相手の反応を見て、うん、あんま興味ないなとか
いう感じをやっぱ見て、うん、あ、こうしたらなんか突っ込んでもいいのかなとか、そこら辺でちょっと見るわけ、ね、見ますね。うーん、はあ、で、いつも毎回そうなんですか？書けるときは書けるときね、極力書いてます。はいはいはい。でセミナーで50人並んだときは、うん、どうする？1時間かけて書いてます。うえ、書いてんの？すごいな。でもそれって多分書かれた方も嬉しいでしょうし、オリジナル名刺ですもんね。そうですね。でそれもまた捨てられなくなるんです。なるほど。捨てられないようにすることはまずポイントだ。ポイントですね。で、まあちょっと話戻っちゃうかもしれない。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、アズマックさんありがとうございます。忘れてました。いいね、今来ました。こんばんは。ありがとうございます。フォトグラフィンさん、じゃあ私もスタンプがたまったら、カーチャ会？カーチャ会？カーチャ会って何でしょう？え、車の茶会？茶会ですかね。はい。ですか？スマイルさん来て、ガクさん分かりやすい説明をどうもありがとうございました。ね。今井さん、毎日2つ折り名刺をすっております。あれ、今井さん2つ折り名刺だっけ？あ、そうなんですか。あ、ミサさんありがとうございます。福田さん遅くなりました。見てますよってことでね、ありがとう。知ってるんですか？あの、Facebook でよく絡んでもらってます。いやそうですか。前回の高橋さんのね、ゲストの時に、あの、出て初めてツイートしてくれてありがとうございます、ミサさんね。女性の方大歓迎でございますよ。スマイルサンキューさん、優しい皆さんのおかげで安心して、わからないと発言ができてありがたいです。素晴らしい。もうね、あの、特にメディカツ、ここにね、愛のツイートですよ、皆さんしてくれ、優しいんです、皆さんね。どんなことでもいいです。で、あの、基本的にはね、もうポジティブな発言ね、皆さん、してくれますんで、あの、分からないこともぜひツイートしてくださいね。あ、そうですか、今井さんね、長谷川さんありがとうございます。早速今日の肝が聞けました。今の一言を伺えたので、早速真似していいですか。ぜひ、してください。ありがとうございます。で、ぜひ福田さんの本もお買い上げいただきたいと思います。これ凝縮されてますからね。すごいですね、今日ツイートが。長谷川さん、今井さんも二つ折りですか。そうですか。あ、母ちゃんの茶会だから母ちゃんって言うんですね。ああ、なるほど。ヒュルルルルとか言ってますけども。今井さん、三つ折り名刺大師が発売中止になってるので、二つ折り戻ってます。なるほどね。みんなそういう方もいらっしゃるかもしれませんね。二つ折り名刺で、はい、ポイントとしては何かあるんですか？ポイント、そうですね。僕のパターン決まってるんですよ。はい、ここが、まあ、自分の、1枚目が自分の、 あの情報ですね。連絡してねっていう情報。1枚目情報ね。書いて。はいはい、で会社の、そうですね、あれとかね。情報、あ、情報ね、入ってるわけですね。はい、でプラス自分 の、 あのキャッチコピーっていうんですか。はいはいはい。はい、何のためにこの仕事してるのかみたいな。ね、例えば福田さんであれば名刺は使命。名刺は名刺。名刺ね、はい。とかですね。それぞれその人のなんかこうつかみの言葉があって、はいはいはい、で中面こっちが自分のそのなぜそのプロフィールに、あの、なんですか、キャッチコピーに行き着いたのかみたいな。おお、解説が入ってる。ストーリー。ストーリーね。ストーリー。自分のロングプロフィールみたいな。はい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 。でこっちがあの、じゃあそれやってる人間は何やってんのっていう業務内容ですね。業務内容ね、はい、が3面で、はい、4面がパーソナル情報です、ね、パーソナル情報、はい、が入ってると。入ってる。はあ、なるほどね。パーソナル情報、あなた福田に出会えてよかったと喜んでいただきたいということでね、書いてあるんですよ、これね。でここ、あと一つ、これ写真どうですか。大切ですか、写真は。あ、写真大切ですね。大切ですよね、はい、写真ね。これでぜひ載せて、やっぱり1枚ぐらいこうちょっと、これこの福田さんの写真もやっぱりどっかで撮ったんですか、はい、これそうなんです。あの写真、カメラマン撮ってもらったんですよ。カメラマンの話が出てきましたよ。フォトグラフィンさんと小野さん、はい、ね、このお二人は写真専門でやってますから。写真専門でやってますからね、はい、そういうところ撮ってもらいたいですよね、写真1枚ぐらいはね。あ、それをぜひ、そうですね、載せていただきたい。で、まあ、ちょっと違う、関口さんのこの名刺。あ、え、これも福田さんのところなの。僕これ名刺交換しましたよ。で関口さんは辰小沢さんっていう肖像写真家に撮ってもらったんですよ。へえ。でもう結構なんかその業界では有名な人だったんで、僕も辰さん知ってたんで、うわー、辰さんの写真3枚ぐらい送ってきて、あのどれか1枚表紙に使わなきゃと思ったんですけど、せっかくだからここにも中面にも使って裏にも使ったんですよ。
あ、本当だ。全部使っちゃえって名刺で関口さんの写真集作っちゃおうかなみたいな、そういうノリでね、ノリで作ったら、うん、びっくりしたんですけど、あ、これって何回も何回も接触すると好印象が起こる現象と一緒だったんですよね、はい、ああなるほど、写真を見ることがね、そうなんです、そうなんです、はいはいはい、なんか10回以上会うと好印象を抱くみたいな、はいはいはい、なんとかの法則ってありましたよね、はい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 、それをなんか疑似体験できたんですよ、なるほどなるほど、だから関口さんの名刺を1回、ね、2回3回何回見ると、はい、3回めくっただけで9回会ったと同じ効果になるんで、あ、これいけるって思って、今もう僕の名刺ほとんどどこにもいっぱい写真使うようにしてるんですよね、写真を使った方がいいんだ、いっぱい使った方がいいですね、皆さんこれポイントらしいですよね、フォトグラフィンさんと大野さん良かったですね、ここにツイートしてるあのフォトグラフィンさんと大野さんはね2人とも写真撮ってくる、大野さん私ね仕事実際にさせてもらって素晴らしい写真撮ってます、フォトグラフィンさんもねサイト行っていただけるといろいろ写真出てますね、ぜひお声掛けください、ちょっと待ってくださいはい、山口さんね、福田さんからいただいた名刺に山口さんありがとうという一言が書かれてます、これポイント高いですね、ね、フォトグラフィーさん、カーチャ会の参加者募集中、お声掛けくださいということでね、 FS もがさん、名刺で写真集好印象アップ効果覚えておきましょう、結構ね名刺で写真を入れてない方って意外とまだいるんですよ、そうですね、もったいないですよね、個人の人はやっぱり入れた方がいいですね、それ名刺交換されてもう1日2日でもう忘れられちゃいますもん ね、 ぜひ、それってやっぱり自分恥ずかしいっていう部分があるんですけど、うんうん、相手にとってやっぱり優しさなんですよね、相手にとって優しさなんです、やっぱりお礼状を書くときに写真ある人、あ、この人とこんな会話したよなってやつがやっぱ思い出せやすいんで、思い出すね、なんか心のこもったメールとか来るんですけど、なんかあったなーってモヤモヤして、なんか当たり障りのないありがとうございました、またよろしくお願いしますのメールが来るかどうかって結構写真あるかないかが大きいですね、写真皆さん載せましょうよ、で写真もね自分でこうやって、まあ、撮るのもいいですよ、そういうのも撮るのもいいんですけども、やっぱりそういうプロにね撮ってもらうと、それ一枚持っておくと、例えばまあ名刺も使えますし、ウェブにも使えるし、いろんなものに使えますから ね、 そうですね、ぜひ取っておいていただきたいということで、あ、小野さん出てきましたね、黙ってられないっていうことで、小野さん、福田さんの名刺とコラボできるのは夢です、ああ、ありがとうございます、夢を叶えてあげましょうよ福田さん、ね、あ、尾形さん、名刺で何度も会ってるっていう発想が、来た来た、そうそうそう、名刺で何度も会えるっていう発想、あ、そうそうね、さっきのね、はい、フォトグラフさん、一言書き足すことで名刺がオリジナルにということですね、長谷川さん、あ、ザイオンス効果ね、そうザイオンス効果だ、ザイオンス効果、さすが、さすが、ね、で、まあ写真も入れて、まあ、そういうストーリーも入れつつ、まあ、いろんなその4目このね、4つの中にうまくこう入れて、でさっき言ったそう渡すときに、はいはい、まあ普通はね福田さんみたいにちょっと待ってくださいって書くってなかなかできないと思うんですよ、 できないですね、でそういう以外の普通のまあ人でとりあえずこれを渡すっていう前提だった場合に、相手とどういう名刺交換するといいんですかね、もう我先に、ね、自分から誰でもいいから渡した方がいいですね、あ、どんどん渡しちゃうと、もうさ先に渡す、ピストルの早抜きじゃないですけどはあ、結構なんか相手が来るの待ってたりしたりね、よりはあ、どうもどうもどうもさっともうどんどん渡しちゃう、どうもどうも、でも自分の方から渡した方がいいですね、もうそうしないと結構チャンス逃しちゃったりねすることもありますからね、そうですね、なんでやっぱ1対1の時は、まあ、マナーだと年下からって言いますけど、はいはい、まあ、それは関係なく、うん、年下の人にも自分から渡した方が逆にその場をなんかこう制するじゃないですか、ね、はいはいはい、主導権握りやすくなりますから、そうですね、で、まあ、もちろんこの名刺を使うとね向こうが持っててくだされば、まあ、その例えばこういう話もあって帰りの電車の中でその何気なく、はいはいはい、名刺を見たらそのプロフィール、まあ、これ中野さんの話なんですけどね、はいはい、プロフィール見て、まあ、中野さんこれ何や節じゃないですか、はいはい、それを見てもうその感動してもうその場から仕事の電話が来たとかね、そういう話もありますし、はい、後で読ませるっていうのはね、その場で読むっていうんじゃなくて、はい、読ませるっていう
ことを考えて作るってことですかね。あ、そうですね、うん、で時間ない時やっぱり一言あるんですよ、はい、あの今日すごい時間なかったですね、あの帰りの電車暇だったら名刺読んでくださいって。なるほど、それを言うわけですね。それ言って既得な人はやっぱ見てくれるんですよ。なるほど、その一言があるとないじゃ違いますからね。で別に読んでくれなくてもいいと思ってるんで、はいはいはい、ただそしたら僕もやっぱ半年ぐらい経って電話かかってきたりするんですよね。おお、取っといてくれてるわけですね。そうなんですよ。それともう見ない人もいるんですよ、はいはいはい、見なくてあの名刺スキャナーであの保存しておくデータを取るときに、はいはい、僕の名刺があのスキャナーの性能が悪いっていうか、うん、どこ取っていいか分かんないんでスキャナーできなかったらしいんですよ、うん、で電話かかってきてあのあんたの名刺を今スキャニングしてんだけどスキャニングできないんだよって分かってきたんですよ。クレームかなと思って、うん、あすいませんねって言ったらでよなんだと思ってあんたの名刺見たら岩手県って書いてるじゃねえかって言われて俺もそうだってちょっと今から事務所遊び来てよみたいな、はあ、結局なんか仲良くなりたいみたいな感じがあるんでこれねそうなんですよ。名刺の中に実はいろんなことを入れましょうっていうのはどこで引っかかるのか分かんないんですよね。例えばその出身校であったり出身地であったりだからそういうのは全然無駄じゃなくてそういうことやっぱりいろいろこう入れとくといいってことなんですね。で久しぶりに岩手の人に会ったなみたいな話になってまあかなり先輩の方だったんですけどそこからやっぱりいいそれ盛り上がりますよね。盛り上がりますね。ああそう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 なんですよ。で僕もそのあれでも僕どうだったのかな名刺交換した時にその高校がね同じ高校だっていうんで先輩後輩だっていうんでもうその瞬間からですねいきなりがっちりともう意識がそっちに行っちゃうんですね。なんか共通認識みたいなところにボカンと。だからまあ名刺渡すんだけどもその福田さんのね僕は本に実はここの部分がね、あれどこだったっけな、ちょっと待ってくれよ。皆さんこんばんは。放送事故あれですか、大丈夫ですか。あれどこだったっけな。ピー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 すごいね。福田さんのいいこと書いてました。いやいやすごい感動したところいや全部感動するんだけど いや全部いいんですよ。すごいんですよこれすごいんですよ。すごいんだけどどこだったっけな。名刺は何のためにとかのとこ書いてあったような気がするんだけどな。分からなくなりました。ですね。すみません。また微妙なニュアンスでいいです。はい。はい、あ、ここかな？あ、名刺に氏名を書く。それだけで仕事が取れてしまうんです。あ、違ったかな。まあとにかくね、これ全部書いてあるところ本当にね、すごいんですよ。これ。皆さんこれ本当私も読みましたけど、うん、すごい。凝縮グッとされてますんで、で名刺って、はい、僕いつも名刺交換して思うんですけど、名刺交換するじゃないですか。そうするとみんなこう見て、あ何々ですね、あ何々ですかって言ってるんだけど、全然多分頭に入ってないと思うんですよその場で。つまり自分がどうしてるっていうこととか、はいはいはい、いかにビジネスっていうことがいっぱいなので、あこうなんですこうなんですねって言ってても。多分全然覚えてないと思うんですよ。でそういうのってよくこれもいろんなセミナーとかでね、はいはい、でお隣の人と名刺交換してください。で1分時間をあげますのでそれぞれ名刺交換して自己紹介してください。でそれ終わった後にはいじゃあ隣の人は何の仕事して何をしたか書いてくださいって言った時にやっぱ書けない人が圧倒的に多いじゃないですか。他己紹介しろってことですね。そう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 。だからそういう意味ではまあ後で読んでもらうっていうぐらい非常に大切だと思うんですけど、相手にその場でこう何かこうっていうのは何かあるんですか。ああそうですね、多分結局何やってる人があってそこ大切ですね。名刺書いてない人多いですもんね。
ですよね。だから会社名とかでよく下の方にこう英語でちょこちょこって書いてあったりするんだけど、はいはい、あと肩書きも意味不明な肩書きだとやっぱり入ってこないんですよ。あ、僕もこれ最初の名刺失敗したんですけど、はいはい、この時はまだいいんですけど、ね、こっちの変更した時に肩書きここに瞬間ブランドツールクリエイターって書いてますけど、次の下ですね、ランディングページオプティマイジストって書いてあるんですよ。あ、これちょっと読めない、はい、ランディングページオプティマイジスト、何でしょう、分かりません、私広告の飛び先のホームページを最適化する人間なんですよ、みたいな、分からないですね。そうそう、 SEO のオプティマイズ、ね、あ、なるほどね、はいはい、なんですけど、誰一人として突っ込んだ人いないですね。何ですかこれって、突っ込みさえもされなかった。でそれって何でかなと思ったんですけど、こっちとしては質問されてるとか突っ込まれるから説明しようかなっていう、そういうスタイルでいたんですけど、あ、相手はそれやっちゃうと追い込まれるっていう、やっぱ直感的になるんで、意味不明な肩書きは僕一切やめた方がいいって言ったんですよ。で、独自で作ったなんとかストってはすごい高度なんですよね、機能させるって。だから今僕使ってるのは仕事が取れる名刺の専門家って言って、分かりやすいですね。どれ聞いても普通な言葉なんですけど、ただやっぱりそれで売りを分かりやすく伝えてあげた方が相手にとっても親切ですし、自分もやっぱそれ名乗った以上やんなきゃみたいな、なんですかね、そういう、まあ、相手の約束と自分の宣言みたいな部分をコミットメントできるんで。なるほどね、皆さんね、勉強になりますね今日は。あ、そうそう、ハイパーメディアクリエイター、これは、はい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 、僕もなりたかったですね。なりたかったですか。高城さんのフランキーオンラインやってましたからね。知らないと思いますけど。知らないですね。そうそう、 CD ロム使った仮想空間のネット空間が高城さんやってたんですよ。へえ、フランキーオン、ネットが出始めた1年、その頃なんだ、タイガーマウンテンとかですね。へえ、あと富士通がやってるなんか仮想空間とか全部やってましたね。へえ、すごいですね。ちょっと待ってくださいよ、今井さん、強引に写真6枚を名刺に貼っていたことも素晴らしい、いいっすね、すごいですね、もっともっと写真貼りますね、もっとだって、ね、あ、フォトグラフィーさんね、そうそう、水越さんの言うとおり写真は大事、大事ですよ、大事っす。高橋さん、マハルさん、すごい、6枚です。高橋さんこそね、写真貼った方がいいですよ、貼った方がいいっす、ね、フォトグラフィーさん、それはすごいですね、写真6枚すごいですね。長谷川さん、私の名刺もお渡しすると皆さんからいろんなこと質問されます。モジャオマジックすごいですよ。あ、確かに長谷川、僕も突っ込んだのね、確かに面白い、うん、あ、浅見さん、男性と女性とで名刺作成の時気をつけていらっしゃることって何かありますか。あ、いい質問ですよ、福田さん。女性って結構住所とか、あ、顔写真とか出したがらないんですよ。出したがらない、ね、怖いってなって、うん、でまあ、本当個人でやられる場合だったら僕はそれありだなと思ってるんですよね、うん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 、だけどビジネスやってて自分がオーナーだったら絶対出した方がいいと思ってますね。そこがやっぱり男性の名刺と大きな違いですよ。で、女性やる場合はどうする？その時はですね、もう手書きでやっぱ書いてあげた方がいいかもしれない、その場で、その場で、あ、なるほど、ね、その方がなんかもらった人は特別感をもらえ、はいはいはい、感じるんで、全然特別感ですねそれ。あれ俺だけみたいな。ああ、なるほどね。そういうなんかこう演出わざとしてもいいかもしれないです、ね。なるほどね。あと、まあ例えば最近では安くバーチャルオフィスみたいなのをこう変えられるから、はいはいはい、それを そうね、使うとかね。あと050を使うとか。ああ、あと写真はどうなんですか。写真は実は女性の場合ってあまりにも実年齢とかギャナレートものを使うと逆にマイナスになっちゃいます、はいはい、いつの時のっていう、ね、はいはいはい、心の声がやっぱり出てくるんですけど、これ男性は分かると思うんですけど、まあ、今日ね、今日はこうツイートされてる方は皆さんね、本当に実年齢通りの若い素晴らしい写真をお使いになってますけどね、はい、そうなんです。あとはあと変なブログのアイコンそのまま使われると、うん、っていう、なるほど、ね、ちょっとなんかあんのかな自分出せない、あ、で逆にちょっと変な冠とかあるん で、うん、でどうせ使うんだったら写真家さんに撮ってもらうとスタジオじゃなくて写真家さんと一緒に外出て一緒にこう風景も入れて、いいですね、なんか
撮ってもらうね、木陰の下、はいはいはい、それかあと自分がやってる職業を動作つけて写真撮ってもらった方がそのまま伝わります、ね、あそうか、ただ単に顔をこうやって撮るんじゃなくてね、うん、あそれいいですよね、あなるほどね、はい、どうでしょうね、浅見さん、あ井上さん、おお間に合った、福田さんこんばんは、井上真司さんです、こんばんは、アイコンありませんよ、明日会いますよ、あそうなんですか、あ勉強会かなんか、いや個人的に個人的にね、個人的にいろいろと、はい、ああサリーさん、金光サリーさん、遅くなりました、ビゴラースってことでね、この方もね、あのユーストをやってる、もうすごい、素晴らしい女性なんですよ、今日はね、福田さんに名刺のお話聞いてますよ、井上さん、ベディカツパラパラ漫画まだですかっていうことでね、私が本を出しますって言ったらですね、本の裏側にメディカズポーズのパラパラ漫画を描いてくれって、非常に無理なことをいろいろ言ってましてね、あタコ紹介ね、そうそうタコ紹介、オクトマス紹介です、ね、はい、オクトマス紹介そういうんですか、本当に言わないです、少年野球撮影歴10年って書いておくか、ああ面白いじゃないですか、絶対少年野球からね、入れた方がいいですよね、あの僕の友達もあの少年サッカー撮ってる人いますから、写真もね、ええ、向こうは絶対そういうニーズありますよね、ありますあります、うん、それはあれだと思いますよ、あ、サリーさんこんばんはと、ね、はやっぱり自分の子供のいい写真見たいですよね、だから僕の友達はその少年サッカーの専門のそのサイトを作ったんですよ、その誰もが登録できるってしてもすごいらしいですけどね、ああなんかみんなそういうのをやっぱりやりたがりますもんね、うん、少年サッカー野球とかね、やっぱりあの小学校の子供の運動会見てて、あ、ね、この下手くそって、うん、あのジジイってやっぱ思うじゃないですか写真ね、写真まったくあそう、でもね、僕最近思った、僕は子供この間小学校を卒業したんですけど、その時の卒業アルバム見て愕然としましたね、全然違う僕の頃と、あまるで本当にアイドルを撮ってるような、いわゆるそのなんだろうな、一人一人の写真もなちゃんとその外でバックをフォーカスして、なるほど、分かるイメージ、ありがとうございます、もうかっこいい、こういうふうに撮ってくれたと思って、なんか羨ましかったですよね、それがいいですよね、はい、こういつもこう見切れたりとかなんかブレてたりとかね、だからやっぱ変わってきてるんだなっていうのはね、すごく感じましたけどね、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、どっからだ、あちょっと待ってよあそうね、はい、ハイパーメディアクリエイターみたいですねってことね、あ福田さん、あ福田さんじゃない、ごめんなさい、安倍さん、福田さんここにいますからね安倍さん、なるほど、ツッコミどころを入れたつもりでも相手によって受け取り方が違うんですね、変な肩書きは名乗りませんということでね、分かりやすいのがいいですね、沢地エリカの旦那さんはいいんですよ、そんなことはね、おえあそうなの、一緒に仕事した経験が、あ終わりとはってことね、えそういうじゃないですよね、あのそういうのメディアを昔僕がユーザーでやってたみたいですね、はい、はい、FS モガさん、相手に対して何をできるか平凡な言葉で書くことは意味不明な肩書きよりもずっと必要、ね、素晴らしい、素晴らしい、今井さん、日本名刺協会の皆様の教えで学んでおります、一般会員募集開始を待ってます、分かりました、日本名刺協会ね、理事長誰なんですか、今理事長いないんです。理事が4人いる。高木さん、堀内さん、中野さん、中野さん、福田さんね、はい。素晴らしい、これ4人ですよ。ね、サイトできたんですかあれ。どうなんですかね。ちらっとできてると。ああそうですね、はい、あ井上さん、水越さん、Amazon 予約しました、ありがとうございます。ベストセラー間違いなし。いやいやいや、福田さん。あそうなんですか。増刷でなったんですか。おめでとうございます。おめ殺し、ありがとうございます。すごいじゃないですか、仏さん、変に凝った肩書きだとかえって痛い人に見えるってどっかの編集者さんが言ってたら、なるほどね、福田さん質問取り上げていただきありがとうございます、もう福田さんの質問いつもでも答えますよ、ね、あれ福田さん、はい、ね、ありがとうございます、間違えます、浅見さんにしておきましょうね、はい、
サリーさん、福田さんに名刺チェックしてほしいな。あ、もういつも。福田さん、またセミナーとかあるんですか？あ、実はあります。出た、はい、ここ今行っちゃうといっぱい申し込み。そうなんですか。いつありますか？直近だと19日。ちょっと待ってくださいよ。明日の朝7時から女性限定の名刺セミナーがあるんですよ。あ、それいいですね。ちょっと待ってください。今ちょっと待ってくださいよ。ここから見えますか？あ、見れますね。あ、ここですね。はい、ちょっと待ってください、ね、はい。今ここ見せますね。今、福田さんのちょっとサイト、アメブロですよ、アメブロ。これの、そう、明日の、あ、これちょっと待ってくださいよ。ここ、福田さんのブログと。で、ここでですね、どこ見ればいいんですか？あ、ここですね。上ですね、はい。いっぱいもうリンクあってます。はい、5月18日、明日の朝7時。明日の朝、いいですか、クリックして。はい、7時が。これ。あ、なんか見つかりませんなってます。見つかりませんなってますね。見つかります。大丈夫です。見つかります。はい、どこから申し込めばいいんでしょう、これ。あ、そうするとリンク貼り直しますね、はい。はい。これが朝7時から。朝7時から。はい、あの明日ですね、はい。どこですか、場所。新宿です。新宿で。はい、女子だけ。女子だけ。今何人ぐらいなんですか？わかんないです。わかんないです。はい。はい、新宿で、これ明日の朝、いくらですか、これ。これ、3回なんで、18、25、あ、6月1日で1万円ですね。3回やって。はい、あ、これちょっとお忙し見えれないので、はい、またリンクを貼っといてください。貼っときます。で、あさってが、これ、はい、え、これですか ?21 日。自己紹介だけで仕事を取るセミナーが19日。はい、これですね。あ、違うですね。これが21ですね。はい、これ21ね。はい、これか、はい、自己紹介で仕事を取るセミナー、はい、これが19日。これどこですか、場所。これ五反田で7時9時ですね、夜の7時9時。夜の7時9時です。すごいですね、忙しいですね、福田さん。たまたまですね、今週だけ、はい、いやいや、そんなことないですよ。皆さん、これね、ここにあのトップページ、ブログのトップページにいろいろありますんで、皆さんお好きなところへ。でも26日の相模原が、はい、なんと500円。相模原ですよ、福田さん、福田さんじゃない、福島さん。近いのかな、わかんない。横浜って、これよ、相模原か。ですね、はい。500円？これ500円ですね。めっちゃ安いじゃないですか。今70人来てるらしいです、ね。70人？はい。すごいな。これ何のやつ？これあの、双方サロン。はい、はい、双方向けの名刺の作り方をちょっと。はい。ということで、皆さんね、ここ、ぜひ見てくださいね。はい。ということで、今ちゃんと名刺の今映ってましたね、福田さんのブログ。この間違うとこ映しながらブログの話しましたね。高橋さんの時申し訳ありませんでしたね。サリーさん、ぜひね、福田さんのセミナー行ってみてくださいよ。私も参加して本当良かったですね。大野さん、福田さんの本にもそう書いてありましたね。やってるところを撮りましょう。はい、さすが見てますね、大野さん。チェック入ってますね。高橋さん、写真の話すごく参考になります。もう高橋さん、全面写真でもいいですね。もういいですね、はい、全面いいですね。あ、これ井上さんと明日ワールド組の打ち合わせです。いいですね。わ、すごいな、今日。ちょっと待ってくださいよ、すごいな。ちょっと待ってくださいよ。どっからだこれ。あ、これだ。あ、フォトグラフィーさんね、まさしく私が提案する撮影プランって大野さんもやってそうだけどね、2人頑張ってくださいね。2人とも応援しますんで。長谷川さん、もじゃおの名刺チェックいいよ。サリーさん、ぜひぜひ。井上さん、写真なら大野さんをよろしくです。はい、フォトグラフィーさんも大野さんもよろしくです。はい。あさみさん、あゆみさん、とっても要約まとめ上手です。今井さん、僕の小学校の卒業写真を見てほしいな。それは笑いを取るということですよね。ぜひ見せてください。もう大学の時のね、早見優ちゃんとのツーショットは、いいな、もう本当、良かったですよ、あれは。いいな。あ、小沢さん、こんばんは。急いで初恋。間に合いますね、言ってますけどね。小沢さん、ありがとうございます。小沢さんもね、小沢さん、ありがとうございます。実は、ここで発表しますけど、6月第2週、小沢さん、ご夫妻で登場されますので、ね、ぜひ見てくださいね。あ、そうね、福田さん。朝7時？はい、朝7時。それは明日ですか？明日。明日ね。明日、女子だけ。女子だけね、はい。まだ他にもありますからね。
今井さんが大きな石碑の上でよく立っていますってよく分かりませんけども、あ、今井さんが福田さんのセミナーで泣きました。今井さん出てたことあるんですか？あ、そうですか。出ていただいて。私も出ましたからね。本当に良かったです。長谷川さん、もじゃおの名刺コンサルはこの一言に集約できると思ってます。過去を振り返って自分自身を受け入れた。素晴らしいね。とにかく福田さんはね、そういう自分がまあどちらかというと、まあ、高木さんもそうなんですけど、こう口下手で話せない。ああ、だから名刺にね、読んでくださいっていうことから始まってるということなんですよね。なんか飯工夫する人って話し下手な人が多いですね。多いんだよね。中野さんなんかもそうですもんね、うん、ですから小田さんごめんなさい、いきなり発表でいいですか、すいませんでしたもう今からね、もう言っちゃいました、ごめんなさいね。いいんでしょ、ね、はい。まあ、ここだけですから、ここだけって どれだけかって、あ、すごい今日いっぱい見てますね、すごいな。ぜひね皆さんここの下ね、ここの下、ここに、福田さんの本、こちらに私の本、予約入れられますから、ぜひこの2冊をですねお買い求めいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますね。そう、ちゃんと指さしてる、ほら。ということでですね、すごい、もうすでに時間オーバー、今日は勉強になりましたね皆さん。ちょっとツイートがすごいんですけど、あ、サリーさん明日行っちゃいますと。マジっすか、ありがとうございます。あ、でもそれ どうやってね、どこかわかんないですよね。新宿朝女子大で検索してもらうと大丈夫です。出てるんですか？はい、出てます。朝女子大、はい、新宿朝女子大、新宿朝女子大、はい、この3つのキーワードで検索すれば出るそうなので、はい、ぜひですね、すごいでしょ、ユーストこれで行っちゃうんですよ。ぜひね皆さん、他にも名刺のあれいろいろありましたから、ぜひ福田さんのねセミナー一度受けてほしい。本当素晴らしいです、ぜひですね。あ、長谷川さんがいいんでしょって言っちゃったし、すでにそう言っちゃいましたから、あ、井上さんね、あ、今井さん、福田さんの企業への思い、僕と重なることが多かったので、なんか皆さんね、そういうところをこういろいろねありつつ乗り越えて、今があると。井上さん、メディカズドンポーズ、メディカズドンドンはいりません、メディカズポーズですから、あ、フォトグラフィンさん、仕事ほっぽってしまってます、それほどのめり込む内容でした。ありがとうございます。皆さんこれでね、名刺ぜひ、ポイントいろいろありました、プロフィール入れるとかね、写真、写真大切ですよ。で、まあ、2枚折り名刺ね、これ今、まあ、福田さんにね頼んで作ってもらうってことが一番ですけども、まあ、自分で作れるってこともね、うん、ありますけれども、 その作るために福田さんのセミナー行く、またこの本をね購入いただく、これ一冊本読んでいただけるとかなり読むのと読まないとえらい違います。あ、そういえば小沢さん、小沢さんもね本出してます。いやいや、2つ折り名刺なんですよ。素晴らしい名刺をね、小沢さんもちゃちゃっと作れちゃいますからね、そうなんですよね、まあ、プロですからね、そこら辺ね、あゆみさんがお勧めしてくださったので頑張って早起きできますと、サリーさん、あー、サリーさんすごいね、小沢さんすいませんね、言っちゃってポロって申し訳ありませんね、すいません、楽しみにしておりますんでね。で、ぜひ皆さんね、これから名刺を作って、名刺だけでもそういう意味では仕事が取れる可能性があるということですよね。そうですね。はい。で、今日は実はその仕事以外の話をですねいろいろしようと思って、実はここにですね持ってきてくれたんですよ、これ。これ何だと思うの、ちょっと開けていただけますか。これ最後にちょっとね、ででーん、これちょっと待ってね、見えますかね、皆さん分かります、これいわゆるガチャガチャですよ、ガチャガチャ、ウルトラマンとか仮面ライダー初期の頃からね、
こっちなんですガンダムですね。ガンダム。これが趣味なんですか、これ。これ趣味、趣味です、ね。趣味。これを持ってきてくれたんですよ。私は、とりあえずこれに一番、来ましたけどね、これ。初代ウルトラマン。これ。シュバッチ。これ、とりあえず来ましたけどね。これ多分、これが多分一番マニアですね。ガンダム。ガンダム第一に立つぞ。え、何？どういうこと？このまま、ガンダム第一立つじゃないですか。立つ瞬間の、はい、アムロが初めてコックピット乗って動いたバージョンです。そうなのこれ。マニア。マニア。これあんまり持ってる人いないと思いますね。あ、そう。はあ、そうなんだ。あと劇中出なかったシャア専用リックドームですね。皆さんこれ来ます。僕ねガンダムあんまりよく知らないですよ実は。うちの子供はハマってますけどね。シャア専用。はあ、これがね。これですよ。もうショッカーライダーですね。ショッカーライダー。あ、懐かしいですね、これ。ちょっと私たちだけで盛り上がってるような気がしますけどね。これですよ。え、仮面ライダーブラック RX って何？あ、ブラックいますよ。いますって。ブラックとブラック RX です。これですよ。ね、これを今日持ってきてくれたんですよ。これをどこで出すか考えないうちに終わりそうでしたね今。そうですね。いや、危なかったです。危なかったです。ですね、ありがとうございます。これね、これ面白いなガンダムのこれ。第一に立つ瞬、寸前です。はあ、うちの子供すごい。まだあるんですね。これパーフェクトジオンです。パーフェクトジオン、足がついてるジオンです。いや僕よくわかんないんですけど、これ知ってる人が見たら、まあ、これも劇中には出てこなかったですね。あ、そうなんですか。うん、あ、まだ見せてもらうんですね。そうですね、はい、ウルトラマン好きならこれですね、メトロン星人。メトロン星人ですよ皆さん。わかりますか。あ、なんか皆さんいろいろ、あ、いいな、ガンダムかっこいい。シャア専用のそれ持ってる。いいね。いいですね。これをですね、見せないわけにはいかなかったんですよ、今日。よかったですね。まだあるんですか？見せたいものが。これめっちゃかっこいいっす。あ、かっこいいね、これ。ファイザーアクセルのキックバージョンですね。ファイザーアクセルのキックバージョン。これですよ、これ。これかっこいいっす。これね。こういう趣味をお持ちだと。これ有名なことですか、これ。福田さんこういうの好きだって。書いてあるんですか、名刺に。一応フィギュアとか書いてますけどね。まあ、ガチャガチャは、まあ、ほんのこれ一部で、はい、あ、その他にも高橋さん、オークションしますかとか書いてあるんですか。オークション、まあ、50万円ぐらいからお願いします。いやー、すいませんね。すいません、ありがとうございます。皆さんね、最後にちょっと待ってくださいよ。これ最後にこれ出して、これで、この上に乗せたいですね。あー、なんか皆さんツイートがすごいな、今日。あ、福田さんに作ってもらうと何年待ちになりますかって言ってますけど、名刺。あ、もうすぐ作ります。すぐ作ります。大丈夫なんでしょうか。もうね、多分かなり待ってると思いますよ。高橋さん、これからも公演ネタで使わせてもらいます。ね、ありがとうございます。ミサさん、私も話聞いててしまって仕事そっちのけでした。改めて勉強になりました。ありがとうございます。もうそう言っていただけると本当私も嬉しいですね。ありがとうございます。今井さん、毎日 Facebook 楽しみです。あ、かしました。出た。出た出た。待ってましたね。安倍さん、わかります。私の守備範囲です。みんな好きなんだ。そうか。小田さんね、井上さん、お手柔らかにお願いします。小田さん、よろしくお願いします。6月の第2週ですね。はい、ということでよろしくお願いしますね。あ、山口さん、サリーさん、かっこいい、小田さん楽しみにしてますと書いてたら、水越さんと福田さん2人で遊んでる。すいませんね。お、来た来た。え、何、足なんてただのカズレですよ。
そう、偉い人にはそれは分かんないですね。全然僕分からないですよ、その話。だ盛り上がったんですね、すごいですね、阿部さん。そうなんですか。そうなんですね。いや、僕全然分かんないですよね。あ、そうなの、尾形さん。山田五郎さんにも見せてあげたいんで。あ、そうなの、好きなんだ。へえ。あ、そういうハマってる人はハマってますからね。はい。今、阿部さんが言ってたのってこれのこと？あ、これです。これのことなんですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、これでですね、盛り上がって、これから、今日はですね、あ、そうだ、愛のツイート大賞。あ、ね、お一人、今日何ですか、商品は。あ、お一人、本かセミナーか、ええ、まあ、どっちでもいいかなと思ってるんですけど、はい。はい、どっちがいいですかね、セミナーの方が高いですかね。いや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 、ちょっと待ってくださいよ、僕ね、今日お一人にね、あげたい人がいるんですよ。あ、いいですよ、はい。この方、はい、FS モガさん。あ、モガさんいいっすね。私 FS モガさんって今んこれお名前ちょっと分かんないんですけど、ツイッターと ID なんでちょっとねこの名前だと分からないんですけど、 FS モガさん今見てますか。まだ FS モガさん決定おめでとうございます。で FS モガさんに選んでいただきましょう。セミナーと本当どっちがいいですか。まだ見てますか。もう帰っちゃいましたか。もうすぐで終わりますけど、それまでに言ってくださいね。で私ツイッターでフォローし合ってメッセージをいただけたらと思いますんで、あ、ちょっと待って、フォトグラフィーさん、福田さんの名刺なら人気すぎてそのぐらいになるかと。でもやってくださるそうなんでね、ぜひご相談してくださいね。はい、あ、来た。FS モガさん、ありがとうございます。どちらがいいですか、セミナーと本ね。本、はい。選べますよ、今なら。尾形さん、五郎さんはライダー、あ、そう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 、山田五郎さんって仮面ライダーの漫画、石森章太郎さんのプロで、ずっとやる、もう山田五郎さんって、もう今有名な方なんですけど、仮面ライダーの漫画を描いてた方なんですよ。そうそうそう。だからだ。そうか、そういうことね。はい、五郎さんそうなんですよね。FS モガさんどちらにしますか、書いておいてくださいね。これツイートしておいてください。で、今日は、まあ、福田さんにですね、名刺の、あ、本をいただきたい。あ、はい、おめでとうございます。この本をね、サイン入りで送らせていただきますんでね、私とフォローしてください。で、私に住所を送っていただければ、私の方から送らせていただきます。ということで、はい、おめでとうございますということでね。で、そうそう、メディカズポーズをやらなきゃいけないの。知らないでしょ。メディカズポーズっていうのは、これちょっと違う、これですね、 M ですね。 M を火曜の夜を楽しむにはって私が言ったら、その後にメディ、まず持ってきてください、メディカズ、こっち一緒に、そうそう、火曜の夜を楽しむにはメディカツ、はい、いいですか。じゃあ皆さんやりますよ、最後に福田さんにやっていただきますよ、メディカツポーズ。火曜の夜を楽しむにはメディカツカツカツ、はい、ありがとうございました。ということで、メディカツポーズもですね、無事、終わりました。今日は第47回メディカツということで、仕事が取れる名刺の専門家の福田武宏です。武宏さんをお招きしてしました。今日勉強になりました、福田さん。いやいや、ごちゃごちゃ。本当にね、ありがとうございます。で、福田さんのブログでね、いろいろこれから先のセミナーありますんで、ぜひですね、一度お出かけいただきたいと思います。で、ここにですね、福田さんの本があります。で、ここに私の本も予約がもう始まっておりますので、ぜひご予約いただきたいと思います。5月30日発売ではございますけれども、予約できます。ありがとうございます。もう本当に夢が叶いまして、ありがとうございます。素晴らしい。で、来週はこのメディカツ、私が出版する同文館出版の方をお呼びして、ここへお招きしてですね、私の出版にまつわる話を、皆さん聞きたくないと思いますけども、話を聞きつつ予約をしていただこうというふうに思っておりますので、ぜひ来週もですね、今日みたいな大勢の方に来ていただきたいと思います。ぜひ来週お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。今日は福田さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと待ってください、その前にですね、
阿部さん、ちょっと思ったんですが、いつも本番で練習するんですね。そう、あの本番で練習してメディカスポーズやりますからね。はい、あ、覚えなさい、すいません、福田滝弘さんね、はい、覚えました滝弘さん、覚えました。あ、メディカスポーズ、小玉響いてましたね、前回から小玉するようになりました。ありがとうございますということで、皆さん今日もですね、愛のツイート本当にありがとうございます。ありがとうございます。もうね、皆さんのね、この愛のツイートでね、盛り上がるんですよ。本当嬉しいです。これから裏メディカスということで、メガ盛りチャーハンね、はい、ありがとうございます。2人で食べに行きたいと思いますということで、来週もじゃあ皆さん、来週もね、見てくださいということで、福田滝弘さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんさようなら。ありがとうございました。さようなら。メディカス。